九州山口の皆さん、こんばんは。ラベンダーの田中玲奈と岡田真理奈と魚住ゆきと宮沢真理です。はい、ということで6月入りましたって言ったっけ、この前言ったような山口では入ったねって話なのか、うん、あ、そうです、そうどうですか、最近会ってないよね、玲奈ち。最近ちょっと最近会ってなかったですね。ちょっとなんかこう会わないと寂しいですよね、やっぱり。おかしい。でもさ、あれじゃない、仕事なかったらマリン家から出ないでしょ。ああ、そう、久々だね。あ、外出るのか、うん、なんかいつにも増して白いけど大丈夫、ね、白い、うん、どうした、え、なんでだろう、なんかね、知らんが最近ね、なんかね、だんだん白くなってっちゃってる ね、なんでだろうね、うん、もうちょっと光浴びたら、光、あ、今日はね、日焼け止め塗ってない。あ、オッケーです、はい、ということでね、今日は素敵なゲストが来てくれてるので、はい、早速いきたいと思います。今夜もどうぞ最後まで聞いてください。今日のゲストはこの方です。はい、吉川優です、よろしくお願いします。お願いします。吉川優ちゃんからですね、今日お知らせがあって来ていただいたんですけども、うん、教えてもらっていいですか。はい、6月の25日に浦原テンプテーション、そしてイーちゃんを約1年半ぶりに新曲を、リリースいたします。おめでとうございます。1年半ぶりで、意外と1年半ぶりみたいでみたいでそうなんですよ。この曲はどんな感じの曲なんですか。今回いいじゃんっていう曲が、なんか吉川優を知らない人が聞いても、なんかそのまま性格とかを歌詞にして詰め込んでるので、なんか名刺代わりのような本当明るい曲がいいじゃんで、それとは対照的にちょっとセクシーでエロかわ吉川優な、ちょっとダンサナブル、なんだっけ、なんとかボディ、わがままボディ、わがままボディ、そう、わがままボディがもう PV でも、もうすごい暴れてるのが上原です。暴れてるのは本当にやばいぐらいに。これ衣装も結構もうわがままボディを出してっていう衣装なんですか。もう露出が結構高い衣装で、もしかしたら赤の衣装ですか。赤の衣装。あれか、前テレビでご一緒させてもらった時にね、はい、うん、すごいわがままボディ出てるなと思って見っちゃうよね、朝からこのボディで来たのかと思って、うん、ボディはずっと一緒やけど、夜は確かに、ね、もっとわがままになってね、夕方になると、ね、もっとわがままになって、そういう仕組みなんですね。いいじゃん、そういうなんか2パターンの吉川さんが見れるっていう新曲なんですね。そうなんです。あれ好き、さよなら涙と、はい、こんな私でよかった、そう、あー嬉しい、めっちゃ好き、聞いたことある、聞いて、はい、聞いてほしいですね。岡村はさよなら涙絶対好きと思う、さよなら涙だと思う、嬉しい、今度行きましょうよ、行こう行こう行こう、いや本当いいよ曲、でも吉川さんの曲カラオケで歌ってましたよね前、だけ今歌ったって言ったよね、あーじゃないわ、今言ってるじゃない、大丈夫、耳開いてる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 、じゃあちょっと聞いてみますね。私チョコレート魂好き、あ嬉しい、以前そう、アップフロントの下にヘブンっていうカフェがあるんで、あそこで吉川さんが歌われる時にギター2人でアコースティックギターで、そうなんですね、ちょっと弾かせてもらったんですよ、バレンタインデーのイベントで、そうなんですよ、一緒にもう大雪の日に、大雪の日に、もう大事な日にはいつも雨か雪かっていう、あ、そう、雨女とか、雨女です、ひどい雨、嬉しい、私もなんだ、あ、そうなんですか、あ、あんま嬉しくないですけど、嬉しくないでも共感できる人もいるかも、嬉しくない、嬉しくない、嬉しくない。今何歳、22です、あ、姉さんと一緒だ、じゃあ91年生まれですか、92ですね、あら、あや生まれとかではない、今年22の年の5月1日で、じゃあ1個下ですね、私の、あ、そういうことだ、1個上、1個上間ですね、あれ1個、え、何と思った、何と思った、素直に言って、おかまり何歳と思った、え、上だと思ってやっぱりズバリ、え、みんなもラベンダーの皆さんってなんかもう外見的に上なイメージしかなくて、外見的に、でもあれだもん、そう思った、うん、なんかみんな、なんかもうギャルじゃないですけど、なんか派手、なんかもう髪色がすごい派手なイメージで、ね、みんな年上かと思っちゃう、やっぱりそう思われるんですね、うん、ね、26歳でしょ本当は、いやいやいや、ね、じゃあ今誰が一番上に見えます、この中だったら
でも田中さんはもう上って分かってるからあれだけど、うん、このなんかあんまり喋ったことがないこの女の中だと、はいはいはい、うん、あまりさん、あまりさん、当選おめでとう、おめでとう、ありがとうございます、一番下なんですよ。こう見えない、なんか今だけど、ね、前髪がなんかさ、変わったけど大人っぽいよね。前髪を伸ばしたんですよ、最近横で分けてる感じ、うん、どっちがいいですか。今の方がおかまりっぽいかな、うん、あ、本当ですか、やっぱ、あれごめん、違う、姉さん違ったみたい、いや、田中さん優しいなって思って、なんか一個一個ちゃんと答えてあげて、いや、どっちでもいいよみたいな感じになるから、どっちもいいと思ってたな、今失礼だな、全く、いいですよ、私の話はね、うん、でもう一個ね、お知らせがあるんですよね、はい、はい、7月の27日には音玉10周年コラボレーション企画アイドルサーフィン2014に出演決定がしております。アイドルサーフィン、はい、あのいつもキマグレンさんと去年の夏は仕事一緒にさせていただいたんですけど、カフェオレで、で音玉も逗子のところでは出させていただいたんですけども、今回はまた出させていただくので、アイドルいっぱいのところに出演しますので、ぜひ遊びに来てください。おすごい、これはサーフィンっていうだけあって海とかでやるんですか。海の近くでもう、うわ本当に最高だ、野外とかですか。野外なんか音玉ってなんかライブハウスみたいなありますよね。あそうだそうだ、多分なんか分かんないですけど多分そうだ、多分ライブハウス、そうなんですよ、でも海のそばだ、そば海のそばにある、なんかちょっとした室内みたいなやつとも多分、うん、多分にしてあげましょう、はい、ね、いいね、夏休みやろう、もうこれ期間的に、そうなんですよ、ぜひ、そうですね、あ夏だね、どうした、うん、いやなんかもう7っていう数字を見ると夏って感じがする。わかる、だ、ね、だってもうさ、これこの頃にはもう私たちツアー終えてるもんね。あ、レナージね、今周りをツアーね、確かに、うんうん、早いね。いやそうだね、おかまりさんも27になってる頃ですかね、ちょうど。どうした21です。21です。最近あの子持ち疑惑がちょっとゆきちゃんに浮上してて、なんか、そのかすりつけを私にしようと今日ね、こうイメージ変えようとしてるみたいな。下克上です。下克上。でも夏のイベントとかいいですよね。いや楽しいですよね。こうなんか私も昔こう海の家のライブっていうのに行ったことがあって、はい、学生の時にこう水着でもみんな OK みたいな感じで、すごいフィーバーしてましたよ、みんな。なんかもうね、暑くないから、ね、みんな水着だよね、ビキニにちょっと短いジーンズ、夏物とかいて、もう真っ黒になってないみんな。そう、みんなの水着とか抵抗なんか着れる人、いや抵抗ありますね、抵抗あります、プライベートは抵抗ありますね。あ仕事は全然、仕事は全然もうわがまぼり、恥ずかしがらずにわがまぼり丸出し、丸出し、さすがプライベートは自信ないな。持ってないですか水着とか。いや持ってるはしてるんですけど、一度もプライベートで着たことないですね。ないです、意外ですね、なんかすごい着てそうですけど、いや普段からこうわがままボディを見せてる。仕事だけ、お仕事だけですか。皆さん水着持ってます。持ってない、みんな持ってないんだ、うん、持ってる。あら、パチライトそう、どんなやつ。違う、おととしじゃない、高校3年生の時に買って、うん、ヴィンテージって言われて買ったんですよ、2万くらい出して、うわ高い。そしたら普通にプール行ったら着てる人いて、嘘かいみたいになって、騙されたんですよ。でもなんかその上下セットじゃなくて、うん、違うのを海外から輸入して、それをなんか合わせて売ってたみたいで、うん、まあ、確かにその組み合わせは多分一つしかないんですよ、うん、だからこれは一つしかありませんって言われて、可愛いと思って買ったら、その普通に片方を着てる人がいて、ああなるほど、上だけを、なるほどね、やられたと思いましたよ。水着ね、去年は着てないけど、私もかぶるとちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしい。水着そのプールとか行って同じの着てる人いるとちょっと、かぶることなんてあるの、めったになさそうだけど、ね、あんまないけど、うん、そのヴィンテージって言われたのに限ってあった。なんかそれはショックだね。ショックなんですよ。今年は皆さん海に行く予定はないんですか。ないな、ありません。ないですよ。でもやりたいな、行きたいなって、今年こそはっちゃけたいなと思いません。日焼けするけんな。そうなんですよね、確かに。じゃあでっかいパラソル、パラソル
デラウとパラソルからパラソルじゃん、パラソル係ごとごとこうやってじゃあこう仰いでくれる人がいて、ジュースこうやって持ってきてくれる人がいて、どんな状態それ夢だわやりたい、やりたい、嘘、こうやってさソーダ持ってさ、そうだかよそうだ、海外とかだったらいいですけど、ね、海は、うん、そうだね、こう東京の、開放的になれるよね、そうですよね、うん、沖縄の海とかすごい好きね、水色のね、透き通った海でね、行きたいな、行きましょう、行きましょう、みんなで行きたい、みんなで、みんなで、みんなで、そうなんでもなんかキッカーさんの隣で水着姿になりたくないんですけど、私だけにわがままボディにみんな集中してしまって着てる自分が恥ずかしい。作ればいいや、今自分で作ればいいな、わがままいい、あ、そう、わがままボディ、わがままに対抗する何かを、あ、何かとかボディ、姉さん何、姉さん、なんもないな、お母さんボディおいおいおい、まだ産んでませんから、本当にやめやめて、言ってませんからね、もう握手会の時とか普通に、あの本当にお子さんいないですよねとか真面目に聞いてくれた人がいて、暗いですよ、ちょっとどうしようね、この流れ嫌ですよ、やめてくださ い、お母さんボディ、お母さんボディ負けるよね、普通に。でも自分のお母さんが来てたらどうですか、水着、こう水着海辺で、ちょっと笑っちゃうな、なんかついな、最近っていうかさ、 T シャツ着ていいとこが多くない、 T シャツとイメージしかなくてさ、レーナ水着着ても上から、うん、隠せるからいいな、うん、確かに、え、じゃ今度みんなでなんか行きましょうよ、本当に、え、水着で、私ダイバースーツとか着ますよ、なんで、え、なんでどこ行くの、ダイブするの、ダイブ、ダイブします、でウニとか取ります、あ、甘ちゃん、甘ちゃん、甘ちゃん、楽しそう、でも、でも水着着るならどんな水着がいいですか、着るとしたら、形、形とか柄とか、形、何が流行ったと今、何だろう、え、ビキニ、ビキニでもなんかヒラヒラついてるやつとか、あ、フリル、フリル、シンプルなやつとかあるじゃないですか、フリルがついてると胸の大きさがごまかせる、あ、なるほど、なるほど、確かに、うん、あとやっぱ下はなんかこうパレオみたいなさあるじゃん、あ、スカートみたいなやつか、あれだと結構大丈夫じゃないみんな、そうだね、恥ずかしい、ああいいな、あんま出さなくていいや、そうそう、確かに、そうか、まあ、まあね、個人的に私キッカーさんには白のピチッとしたのを着てほしい、うん、いやエロッチー、エロッチー、エロッチー、でもなんか逆に露出してるより今ボーダーとかですごいもうピチピチティで短いやつでなんか胸がボンって出てるぐらいの方がエロくないですか、全部でき、うん、でもキッカーさんが来たら何でもエロそうですね、エロボディ、エロボディ、エロボディ、まあエロボディで盛り上がったところで、じゃあここで1曲紹介してくださいはい、それではここで1曲聴いてください、6月25日にリリースします、キッカワイの楽曲から裏原テンプテーション、続いてはラベンダー日記、ラベンダーのメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなど舞台裏やプライベートをトークしていきます、今日の担当は私岡田まりなです、何ですかこの拍手、無言の拍手、ゲームのなしの無言の拍手、初めて何を笑すんだっていう、いやね、タイトルは、はい、笑いです、お、お笑いの笑いじゃないですかね、 あ、あの最近私笑い方がなんかこの年になって変わったみたいで、うん、なんか引き笑いになっちゃったんですよ、さんまさんみたいな、そうなんです、しかも最初の最初がもう本当に出だしがさんまさんから始まっちゃってみたいな感じで、だみんなにえみたいな感じになるんですよ、笑い始めると、しかもうるさいってよく言われて最近なんて笑い声が高いしうるさいし、何すよさんまさんって絶対突っ込まれるんですよ、さんまさんに失礼今のいやさんまさんはさんまさんでいいじゃないですか、うん、笑い方、うん、なんだけど私なんかこうガハガハ笑うらしくて、うん、なんか結構うるさいってみんなに言われるんですよ、うん、だからこの笑い方をちょっとどうにか変えてもらいたいなと思って、意識するしかないと思う、うん、皆さん笑うときにどうします、言われてもなんかいきなり言われてもね、しかもなんかラジオとかこうオンエア聞くと私の笑い声だけめちゃくちゃ入ってるんですよ、うん、そうだよ、でそれってなんでだろうと思っちゃって、声が大きいからそんだけ聞いてるんだよね、え、皆さん離れてるんですか、笑うぜ、こうやって、いやその場で笑ってますよ、ね、うん、その場で、なんで
なんで私じゃなくてケラケラ笑うかも。レイナはどちらかといえばケラケラってどういうことですか。静かに静かに笑わんよ。わかるやろ笑い方で。これですか。やってる。全然今笑い方違う。元の笑い方はどんな感じだったの。うん、ああ元は多分はーみたいなくらいだったんですよ。嘘。本当に面白いそれ。あんまり笑わない感じ。いや笑うんですけど元から多分なんかそこまで大きくなかったんでしょうね。リアクションが大きくなっちゃったのかな。いいことや。引く方じゃなくて息を吐く方。吐く方だったんですよ。最近引いちゃうんですよね。だから、なんか友達とかでこうめっちゃ引き笑いの人とかいて、そういう人見ると結構なんかどこまで引くのかなと思ってたんですよ、今まで。でもなんか自分も最近めっちゃ引いてるみたいで。なるほど。あでも今書いてます。今ぐらいなら可愛いじゃない。可愛いですかね。今ならね。なんかこう笑い方可愛い笑い方ないかなと思って。とりあえず手じゃこうやってやっとくわ。でも私結構笑うとき手押さえますよ。押さえてないよ。押さえてないよ。押さえてるの見たことないよ。え本当に押さえてるとか見たことないから。え結構口元気にするんですよ私。口元気にする。あの、ね、気にしなきゃいけないところで多分気にしていない。嘘、うんうん、絶対そうだよ。私の方こうやってるもん。マリンが笑う印象あんまないかも。大声 で、 そうです、ね、確かにたまにしかないですよ、ね。うん、私は忍び笑いだからね。忍び笑い、何笑いそれ。クスクスね。そう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 。ねえ、それだそれだ。これ無難だよ。面白くなる。なんかそうなんだ。みんな別に気をつけてないんですね。うん、へえ。終わっちゃった話。え、キッカーさんどういう笑い方ですか。キッカー雑だからもうこうやって手叩いて笑っちゃう。あーレナもそう、わーやばいねみたいな笑い方。あもう女の子は捨ててる笑い方を。女の子捨てますやっぱ笑い方って。まあでもやっぱ癖みたいだからもうこれがキッカーだから変わるつもりはないかな、うん、笑い方はでも癖な気がする、ね。うんうん、え、なんでじゃあ変わったんですかねこの年になって急に。なんかあったな。何かあったんですよね。なんか周りの影響とか。ああ、映るやん人の、一緒にいる人の変わった。周りにいる人そんなこともない。変わってないですね。同じ人の、なんか発声練習が変わったんじゃないきっと。あ、歌うようになって、腹式呼吸とか息を多く吸うようになったから、吸う方が楽になったんじゃない。それからラジオとかやって、こうリアクションを大きくしてなんですかね、なっちゃったんですかね。職業病。職業病か。でもあんまりちょっとうるさいなと思って最近。しかも、うん、こうなんか私の悩みは、うん、こう例えばラジオとかやってて、うん、本当につぼっちゃった時に、うん、あのもう抜けられなくなっちゃうんですよ、うん、そうだね。そうなんですよ。だからこう芸人さんとかと例えばラジオやって面白いこと一回言われたら、うん、笑いが止まらなくなっちゃって、その子の喋りにすごい影響が出るんですよ私。へー、なんかどうしてます。面白かった時とかそんな笑わないですか。でもそんなみんなつぼらないですね。ね、つぼった時、ね、つぼった時は悶絶する。え、どういうこと、どういうこと。なんかこらえるみたいな。違う違う、その後の話やろ。その後の話だよ。その後そうだよ、ね、そう、ずっと面白くなっちゃって、そしたら一息つく、こうやって。でもね、ラジオだからさ、そう、止まれない、止まらないんだよ、止まれない。そういう時はちょっと吐息でつなげる。ボーカルだと必然的に喋ることがちょっと多くなるじゃないですか、うん、だからギターとかその間にちょっと笑ってフーってできるけど、なんか大変だなと思って、キッカーさんとか一人じゃないですか。そう、一人で。どうしてます。どうしてるんだ。今まで笑わない。いや笑ってるんですけど、何してるんだ。でもまあもう一回止まっちゃうかなって、笑いこらえるまで。なんかでもあれですね、ドラマの撮影現場とかで面白い時笑って、もうこの数学女子学園とか田中麗奈さんが来てるの、もうあれ時とかもう笑っちゃいそうでしたもん。なんか面白すぎて。ああいう時すごいやっぱ困りますよね。そうだね、うん、それはわかるかも。お芝居の時とか。そう、お芝居の時が一番。なるほど、うん、確かに。絶対舞台とか動くないですか。あ、舞台は笑っちゃったらやばいですよね。やばいよね。でも笑うかも。あ、本当ですか、そのまま。うん、あ、大声で笑うけど、顔がニヤニヤしちゃったら、いつも来てくれるお客さんとかそれ見て、なんか、あ、今日ちょっと笑いようみたいな。あ、そういうことなんだ。そう、気づいちゃうよね。へぇ、そうそう。別に笑うことは悪いことじゃないだろう。
だけどさ、喋れなくなっちゃう。喋れなくなっちゃう。だから例えばこうライブもこの前もなんかすごい面白いことがあって、私 MC かなんかで笑いが止まらなくなっちゃって、でもその次の曲が不器用だったんですよ、バラードだったんですよ。そうだ、あの時にもう本当に大変で、セレナはあの時そうよ、なんか変な MC の流れでね、全然盛り上がる曲じゃないと不器用って、でもなんかこう煽ってなんかこう会場がガハガハ鳴ったまま行かないかんで、でしっとり始まって、レナもすって切り替えたっちゃけど、絶対笑っちゃダメだと思って、で握手会の時にファンの方にオカマリが不器用で笑ってたよみたいな声が来て、レナにはぁと思って、そこは切り替えろよって思って私も頑張ってたんですよ。 でも本当にあの声とか出してないし、下向いた時も本当に真顔作ってたつもりなんですよ自分で。最初田中さんから始まるんですけど、エメロの最初だから歌わないからこう集中してたんですよ、でもファンの人にそう思われてたってことで、ファンの人めっちゃ笑ってましたよ、不器用で。はい、だからレイナはそのファンとかを見たら笑ってしまうけど、ちゃんと世界観を作ると、自分の中でですか、なんでだろう、これ経験なんですかね、やっぱそうでしょうね、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 頑張ってください、頑張ってください。さて今月のエンディングテーマ、ラベンダーのミニアルバム不器用からむせび泣くが聞こえてきました。今夜も最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは love@rkbr.jp、 ファックスは福岡 092-844-8844 です。はい、もうねあっという間にエンディングで、今日全然プライベートの話聞いてないですね。そうですね、確かに。でもまたぜひ呼んでいただいたとき、来週もね、はい、はい、なんと来てくれるということで、はい、来週はたっぷりプライベートのお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。それではお相手は田中玲奈と岡田真理奈と宇津美由紀と宮沢真凛と吉川優でした。また来週、バイバーイ。